ですか。それじゃ、うん、あ優しく、ね、だから今の話はほら、うん、ゲイが、あ優しくね、うん、誘われたらどうですかとか、あちょっと燃えてね、いいですね、じゃあ、はい、優しく、うん、行きますよ、ご飯も一緒にしてくれる。超リアルなんだけど今なんかちょっと逃げてしまいます、ね、いやそう言われたらどうしますか。いきなりあちょっと予定があるんで今度また断る、うん、じゃあまた誘われたらっていうかね、もう断る雰囲気じゃなかったらどうしますか。断る雰囲気じゃなくても断るでしょうね。じゃあ例えばまあ断る、例えばの話ですよ、うん、これも、うん、カズさんのほら本業の方で、うん、絶対この人との付き合いが大事だと、うんうん、なのに、うん、今みたいにもう一度お願いします、うん、ねえご飯も一緒に食べてくれる。言われたら言われたらどうする。断ります。仕事しなくていい、うん、仕事しなくていいしなくていいんだ。すげえ、ほーダメですね、あれだけは。いやでも普通にただのご飯ですよ、ダメなの。いやなんか今ねあれ、うん、ご飯もっと言ってね、その後がついていくから、ね、ほらあれで言ったのよ私、うん、あんな感じね。すげえ。いやご飯もってじゃあ言わずに、うん、ちょっと今夜ディナー一緒に行くって言われたら、誰かと一緒だったら大丈夫ですけどね。誰か呼ぶ手を使うんだ、ね、女性と一緒で誰かを一緒にでも、うんうん、リカちゃん呼んでね。そうね、あじゃあこれどうかな、部屋取ってるんだけど、うわたまらんすよね。言ってくれますね。うわそれはね、いきなりはちょっとやばいんじゃないですか、やばいかな、うん、クリスもいるよ。なんでやねん。本当にそれはないでしょ。えじゃあ近丸さんだったらどうします。ああそらその誘い方次第だよね。ゲイがどうぞ。ゲイはい、いやクリスが、ね、南のゲイでいきましょう。そのまんまじゃないでしょ。どこがだよ。どこがだよそのまんまって。そのまんまアメリカ的にどうぞ。ああだからじゃないじゃん、アメリカの何だろうか。ね、ヤングマン。なんでですか、うん、全然違う。YMCA。いや、違う。でも、外人さんの系って、あれはこう、筋肉もりもりとかそういう人も多い。知りません、クリスは。ちょっとなんか、ワイルド系ゲイがいる。ちょっと南のあれでゲイで誘ってみてください。南のゲイってですか、うん、近間じゃ あの1カメで急にエンジンかかってきたと私たち。温泉親父さんから言われてますけど。はい、今晩ご飯食べに行かない。おおちょっといい。今ねなんかすげえ今の今ヘッドフォンにかなり響いてきた、ね、うん、かなり来ましたね今の。ちょっとやっぱり言うだろうね、うん、彼女連れてきていいねって言うだろうね。あ答える、うん、そういうふうに、うん、彼女連れてきていいねっていうね。あ、うん、それでもいいから一緒に食事したいってなったら、うん、いいわよ。和洋がつきましたよ。和洋が和洋。ちょっと僕 今ヘッドホン外してた。ねえ、いやそうなんだ。そうか、怖いですね。原因にさせた。